こんばんは、YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、週が始まりましたね。月曜日ということで、早速音楽配信メディア周りの、ニュースまとめいってみましょう。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube や音声配信メディア周りの話題やニュース、また動画制作の裏話をゆるりとお話しするラジオ番組です。全19アプリで好評配信中。ぜひ皆さんお気に入りのアプリで購読、いいね、フォロー、そして拡散、応援よろしくお願いします。はい、それではですね、今日のニュースまとめなんですが、2020年4月13日から19日の4月第2週に見つけた音声配信メディア関連のニュースピックアップしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、さてまずはですね、注目ピックアップなんですが、こちらですね、オトナルと J-WAVE ポッドキャスト番組でのデジタル音声広告の販売を開始、プレスリリース4月16日。はい、いやー、ついに来ましたね。以前このニュース自体は報じたんですけども、いよいよ販売開始ということで、各メディアもね取り上げてましたね。まあですからこれ法人というかね、企業向けには広がるでしょうから、まあ、今後どのぐらいねサービスが広がっていくのか、注目です。ビジネス関連。デジモンアドベンチャーオープニングテーマ未確認飛行船テレビサイズが配信中と、これですね、アニメが始まって、Spotify、Apple Music、それから、レコチョクといった音楽配信サイトなどで、テレビサイズですね、要は1分ぐらいの短いものを、先行配信すると。これね、なかなかいいことだなと思いましたね。そうそうそう。やっぱり、サブスクやってる人たちって、とにかくね、いろんな曲聞いたがる、私もそうですけど、聞くので、こういった、時間をね、活用させてくれる動きはとても歓迎だなと思います。 iFlyer、サウンドスタッツが Spotify、サウンドクラウドなどさまざまな主要音楽アプリからデータ集計、リアルタイム分析してくれるアプリを発表。 iFlyer、4月9日、はい、いわゆるアナリティクスですよね。Spotify ですとかサウンドクラウドといった、さまざまな音声配信メディアから一括して、データを持ってきてくれるんですね。だから逆に Spotify とかもそういう API 出してたんですね。だからそういった、音楽配信のダッシュボードができるってことはね、すごく便利ですから、これいいですよね。ファン専用 SNS ビットファンアプリが新たにリリース。 Jiji.com 4月15日。はい、これは今度はですね、ファン向けですね。今度はファンの人が、分散している音楽コンテンツを一手に一つのタイムラインにまとめて見れるっていう、そういうアプリです。これすごいですよね。要は、アーティストの人たちがやっている Twitter とか YouTube とかインスタとかも本当に今いっぱいあるじゃないですか。 Spotify とかね、それらを連携して、要はそのビットファンっていうアプリの中のタイムラインの一つにまとめてくれるらしいんですよね。これすごいですよね。今までありそうでなかったサービスだと思います。プラットフォーム関連。総合月刊誌文藝春秋がボイスメディアボイシーにチャンネル開設、プレスリリース4月13日。いやー、来ましたね。ボイシー相変わらず引き強いですね。文藝春秋っていうビッグタイトルをね、ついに持ってきましたね。ボイスメディアボイシー、オリジナル音声コンテンツを制作するコミュニティ、クリエイターズラボの立ち上げメンバー募集開始と。はい、これはですね、有料なんですけども、いわゆるそのコミュニティを作りましょうと。ですから私もちなみに応募していました。当たったらちょっと楽しみですね。Spotify の新ジャンル、アットホームを使っておうち時間も音楽を楽しもう。4月14日、ウーマンエキサイト。
さすが Spotify、早いですね、動きがね。やっぱりナンバーワンであってもね、こういうちゃんとカテゴリーを作って、そこ狙いのアーティストさんをね、どんどん呼び込むという、そういった動きの速さもやっぱりナンバーワンだなと。オーディオスティック、音声配信サービス、レディオトークとの連携を開始。プレスリリース、4月15日。いや、来ましたね。ラジオトークさん、今回アップデートが、大幅になされました。そこの一つが、オーディオスティックが提供するジングルや、ちょっとした効果音、それを、録音中にね、リアルタイムに押せるボタンが追加されたと。それから、あと私、非常に気に入った機能ですけど、アナリティクスがいよいよ実装されました。表には出ませんけども、配信者側は、どのエピソードがどのぐらい再生されて、再生率も分かるようになったので、非常に嬉しいアップデートだと思います。遠隔でも音声収録が可能に、音声プラットフォームスタンド FM コラボ機能登場。プレスリリース4月16日。はい。スタンド FM も来ましたね。前の週に先にレディオトークの方がコラボ機能発表しましたけど、スタンド FM でもついに来ましたね。録音ボタン押すとすぐにね、コラボするみたいなボタンが出てきて、これなかなかいいですよね。Apple Music のウェブブラウザ版が正式リリース。TechCrunch Japan 4月18日。これそうなかったんですね。Spotify ですと、いわゆるウェブブラウザーでログインして、プレイヤーとして、ね、使えましたけど、Apple Music もいよいよ対応と。Apple の ID で入っておけばブラウザーでも聞けるということですね。音声コンテンツ全般。浅川里奈がボイスメディアボイシーでチャンネル開設。テレビがぐるっテレビライフウェブ4月15日。いやー、安定のボイシーさんですね。どんどん大物を引き寄せてきますね。こんな調子で一時期のアメーバブログの芸能人タレントさん関連の翔平のね、勢いを思い出させますね。いずれこうお互いメディアが引き抜きといったフェーズになるんでしょうかね。赤ちゃんが泣いていても快適にテレカンできるマイクセッティング、音味、4月12日。まあ、こちらニュースというよりはですね、ブログ記事なんですけども、音声入力のマイク調整の、すごく詳しく書かれた記事ですので、マイク沼にハマっている方はおすすめです。テレオカゴータ編、退屈な自粛を楽しむプレイリスト音楽のたり、4月14日。音楽ナタリー、音楽ポータルのナタリーが、特集として、自宅で聴きやすい、プレイリストを公開と。で、一方で、この、寺岡豪太さんも、Spotify の方で、確か番組を開設という話もありましたので、はい、注目ですね。占いバラエティ新番組、BGM 選曲がネットで話題。エンカウント4月17日。はい。いわゆるそのバラエティ番組で、プレイリストを、公開するという、ニュースです。まあ昨今ね、企業や、そういった媒体がプレスリリースを使って、そういったリスナーに、ね、アプローチしていくという戦略の一つです。ただこちら残念ながら、ツイッターで、毎回曲を列挙するというタイプのものですので、ぜひ Spotify でね、欲しいなと思うところですね。プレイシー、JR 東日本と連携して、音楽に基づいた山手線沿線の魅力に出会うプロジェクトを開始。プレスリリース4月17日。これね、すごいんですよ、これ。これ、Spotify でもうプレスリリース、プレイリスト配信されてるんですが、このプレイシーが作った、目黒とか、池袋とか山手線にちなんだプレイリストが全部ずらってあるんですよ。これすごいんですよね。これぜひ皆さん見てみてください。プレイシーすごいですね。こういう会社もあるんですね。はい。というわけで、ニュースまとめですが、この後も続きますが、残念ながらラジオトークの皆さんは、ここで、お別れです。ぜひ全編聞きたいという場合は他のメディアで、購読よろしくお願いします。ではラジオトークの皆さん、さようなら。Thank you.
データ統計関連、音楽ストリーミングサービス Apple Music が世界で2番目のシェア、 iPhone マニア、4月13日、音楽ストリーミングサービスに関する記事なんですが、まあ、いろんな、ね、データが載っていたのでピックアップしました。一部引用させてもらうと、はい、音楽ストリーミングサービスで Spotify の売り上げは全体の 31%、 おおすごいですね。 Apple Music が 24% で、続いて Amazon Music、 Tencent、 YouTube Music と続くと。意外と YouTube Music そんなにシェアないんですよね。ただまあ世界全体でサブスクの契約者数は 36% の増加ということで、今後もねサブスクの成長がますます注目されていくと思います。オンライン音楽ストリーミングサービスのグローバル市場、2019年に前年比 32% の成長を遂げ、会員数は 3.5 億人を突破、時事 .com 4月15日。はい、いやー、まだまだ勢い続きますね。で、個人的にはですね、Spotify、もうやっぱり Google がね、これ買うべきだったんじゃないかというふうに思います。マイクロソフトがね、一時期挫折しましたけどね、Google が買ってればって感じですね。はい。コロナショックの困難な状況下で、夏メロが大人気。アットタイム4月16日。これはですね、その、家にいようということで、まあ音楽を聴く時間がね増えてくると。一方で、これまでは例えばジムとか、そういった通勤とかそういった時に聴く音楽を聴いていた人だと思うんですけども、そういう人たちが一方で自宅なので、自分のこう昔の世代の、音楽を聴いたりとか、要するにじっくり聴くという聴き方が増えてきたという、そういう聴き方が増えてきて、そういう楽曲が人気になってきたという、そういうデータですね。興味深いデータですので、ぜひ見てみてください。ラジコ躍進の舞台裏、リスナーの声を可視化して見出した3つの役割、フォーブスジャパン4月17日。はい、フォーブスジャパンのインタビュー記事です。基本はインタビュー記事なんですけども、非常に詳しいデータが載っていたり、あとはそのこうやってデータを取ってるんだという、すごいところも分かります。やっぱりそのラジオとかテレビとかってやっぱり先行してるだけあって、オールドメディアとはいえデータねすごい取ってるんですよね。例えばで言うとテレビなんかは本当にもう秒単位で視聴率取って、秒単位で本当編集をいろいろ調整するんですよね。だからその辺のノウハウが読めるので、すごいですよ。直近は3万7000人の方々から回答をいただきましたと。さらっとこのぐらいのサンプル数を言っちゃうのがねすごいですよね。はい、その他個人的に気になったニュースです。東野圭吾ついに電子書籍解禁と、ダヴィンチニュース4月17日。はい、電子書籍をね出していなかった、大物というのがたくさんいますけども、東野圭吾さんついに電子書籍化ですね。いやー、まあコロナの影響もね多分にあるんでしょうけども、まあこの勢いでね、あとはあれですね、スラムダンクとかね、漫画の方でもねまだ出していない電子書籍を出していない、漫画家の方が増えると嬉しいなと思います。はい、というわけで編集後期です。今週もいろんなニュースがね出てきましたが、今週は比較的そのプラットフォーム関連で、アップデートが多かったなという印象を受けます。まあ、ラジオトークさんがアナリティクスやコラボ機能を実装したので、まあいよいよですね競争が激しくなってきたなという感じがします。ですから一方で後発でもう元々最初からある程度機能を実装していたレックが結果として見劣りする状況になっているという感じですね。ですから今後レックもコラボ収録あたりは多分すぐに実装してくるのかなと思いますが、どうなるんでしょうか。まあこの流れでぜひプラットフォーマーさん皆さんあれですね、有料番組の配信機能、僕自身、今そういったサービスの、マネタイズのところ終着点ってノートのパターンを、
いいなと思ってるんですよね。やっぱりその有料記事を配信して、コンテンツベンダーも嬉しいし、プラットフォーマーも嬉しいしっていうところを目指すのがいいのかなって思ってるんですよね。ですから、音声配信のプラットフォームもやっぱり有料配信で、プレミアムな価値をユーザーにも届け、配信者の人も喜んで、リスナーさんもプレミアムな、状況になるというのがいいのかなと思うので、ぜひぜひそのあたり今後も注目していきたいと思います。今後もますます音声配信プラットフォームの競争にね、目が離せないと思います。はい、というわけで今日はですね、ラジオトークさんを含めた一発撮り収録、初の音声配信メディアの回でしたけど、いやー、ラジオトークの皆さんね、本当申し訳ないですね。まあ、なんとか頑張って、下書きして保存して続けて2本目撮ろうとか思ったんですけど、ちょっと一回そう、先週それほど再生されていなかったので、ちょっと今回一旦切るという形で、ラジオトークの皆さんには申し訳ないんですけど、そういう収録をしてみました。ただそれ以外は結構一発撮りいい感じで言ってるような気はします。これ始める前に実はスタンド FM 録音用の iPhone が充電していなくて、やべえと思って、何かというと、iPhone で収録するときって給電、電源入れながら録音すると電気ノイズが入っちゃうんですよ。そうそうそう、本当ね、録音って奥深いんですよね。で、もう、あ、マジかと思ってたんですけど、幸い、モバイルバッテリーで給電しながらだと、うまくノイズなしでいけたんで、今こうやって撮れてるという感じになります。ですからそう、今日はライブ配信、スタンド FM さんに向けてライブ配信どうしようかなと思ってるんですけど、まあ、余裕があれば、ちょっとまたやりたいと思っています。はい。というわけで音声配信メディア、今週何気に、サウンドクラウドとミックスクラウドを追加したので19配信になっていますが、いよいよ20配信が見えてきたので、なんか楽しくなってきましたね。はい、というわけで今日も最後までご視聴ありがとうございました。止まない雨はない。明日が皆さんにとって良い一日でありますように。おやすみなさい。